スは石浜橋場子ども園の皆様が乗っております。陸からもそして、船からも流しびなを楽しんでもらっております。今日は55名の園児の皆さんがご参加いただいております。このひな祭りは女の子の健やかな成長を願って行われているものでございます。ひな祭りの原型とも言われております流しびな、この隅田川に春の訪れを告げます流しびな、今回もおかげさまをもちまして第27回目でございます。今日も寒い中朝早くからお集まりいただきましてどうもありがとうございます。一般参加の皆様は、参加していただきました後は恐れ入りますが、桜